函館青森から始まる津軽海峡を越えて結ばれる縁と書いて旅と読ませるというね、はい、はいはい、とても素敵な、中身これがあの学科の800円というのはちょっともったいないなという本当ですよね。はい、あのルイさんがおすすめする美味しい函館と津軽のお酒と、ね、お魚、そうです、ね、それだけではなくてあのかなり縄文時代の歴史まで触れておりまして、結構ね本当に旅をするっていうのはとっても時代もというか空間も超えちゃうんだという、ということが分かるような本になっております。